フォンニャケバン国立公園は、ベトナムのクアンビン省の、傍着県及びミンホア圏にある、国立公園である。2003年7月3日、ユネスコによって、ベトナムで5番目となる、世界遺産に登録された。4億年以上前にできたとされる、アジア最古のカルスト地帯を要する。フォンニャケバン国立公園は、約8万6000ヘクタールの面積を持つ。 公園の94%は原生林で、専門家によると568種の植物、876種の動物が生息しているという。植物には、世界とベトナムのレッドブックに入っているものも多い。大小約300の洞窟がある。これらは、まだ詳しく調査されていないが、フォンニャ道、ディエンソン道、ボム道など一部が開発されている。洞窟は、 それぞれたようで、小乳道は、非常に美しく幻想的だ。英国の王立地理学会の報告によると、本野道の長さは7729メートル。その美しさ、大きさ、広さなどから最高の評価を与えられている。ドンホイからは、国道 1A 号線を北に5キロメートルほど進み、ソンチャック村に続く、チューン,ソン通りを、左方向へ。 その後線で村側を30分ほど進むと到着する。フォンニャ洞窟はベトナム最大の洞窟で2億5000年前に形成された。フォンニャとは歯の洞窟という意味である。多くの観光客が訪れる。9から10世紀にチャム族が仏教の聖域として利用し、1990年に英国の探検隊が地下を呼び、水中の地図を作成し、 総延長を計測した。ベトナム戦争中は武器庫または病院として利用されアメリカ軍の爆撃の標的となった。当初、基準のみが適用されたが2015年の拡大登録で適用基準の追加が行われ、この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。